毎度、どん底です。今回はね、後取りなんですけど、とりあえずこの、前置き、この日の仕事ね、4時半出庫で、見てる人は分かるいつものコースですね。足柄パーキングやった感じですね。食いたかったけど、お金がないので、我慢ですね。そうですね、今回はですね、ただの車上生活者さんが、YouTube、辞めるという動画が出てまして、非常にショックでしたね。私好きで、見てたので。で、理由ですかね、がやっぱり再生回数が伸びないで、モチベーションがね、出ないということでしたね。誰も見てないのに、こんなのやってらんないみたいな感じですか。やっぱり収益化するぐらいの登録者になってくると、再生数とか、やっぱ、気にするのかなと、いろいろ。彼のその動画で言ってるのだと、楽しんでやってるからいいって言う人でも、気にしないってことはないでしょみたいな。確かにね、私もどっかで言った通り、この YouTube 始めるきっかけっていう動画出してますね。その通りで、このチャンネルなんかは本当に、自分のね、憂さ晴らしと あとは暇つぶし的なものでやってるんで、そんなこだわってない、収益化しようしたいとか、再生回数できるだけ上げたいとか、そんなにないんですけど、じゃあゼロかって言ったら、YouTube に上げてる以上はね、嘘で、気にはなるっちゃなるしね。正直ね、熱烈な2名の毎回速攻でバッと入れてくれる人たちも、気になるっちゃ気になるんですけど、でも一回ね、ある程度のとこまで、登録者数とか 再生回数いくと、やっぱり少ないっていうのは気になるのかなと思いますね。でも、だから私もね、別のチャンネルでガチで、登録者数を、出そうと思って作ったチャンネルがあるんですけど、全然登録者増えなかったですね。もうこのチャンネルどころじゃないですね。全然ダメだったんで、その辺はもう、自分じゃ無理なんだなと思ってるんで。でもおそらくまた上がってくると思うんですけど、転職大魔王さんもね、私が見てたチャンネル、辞めるって言ってましたけど、復活してるんでね。マーシーもそうですね、100回転職マーシーも、もう完全に辞めるって言い切って復活してるんで、おそらくまた動画上がってくると思うんで、楽しみにしたいんだと思いますけど、ただね、他打者さんのは、私個人的には、車上生活の、普通の素の動画が好きだったんですけどね、結構再生回数いってる
なんだっけ、ナイトルーティーンってやつかな。の動画とか、どっかのなんか、ショッピングモールかなんかの駐車場で、洗濯物干して喋ってるやつとかね。そういう普通の素の生活が見える動画が結構好きで見てたんですけどね。車上生活はでどうやってんのかなと。ではあとはこの間話したように、あの収入でどういう内訳で生活してんのかなと。食費がいくら、確かね、そんなような動画も出してた、見た記憶はあるんですけど、そう、車にかかるの費用が月に換算するといくらで、駐車場代なんてもったいなくて払えないみたいな、喋ってた動画あったと思うんですけどね。でもそういう、なんだろうな、リアルが垣間見れる、動画が好きでしたね。そう、だから車上生活で風呂とかってどうしてんのかなとか、まあそれも言ってましたね。なんか職場のなんかシャワーとかなんとかっていうのも言ってたと思う。そういうのが見たいなと個人的には思うんですけど、でもまあ復活してくるでしょ。ラムーの下りに関しては、笑っちゃいましたけどね。動画のために買って食って、まずいものまでって。まあ復活を願ってますというところですかね。今回はね、だから私の転落ストーリーは、一旦、飛ばしで、あとはですね、もう、ちょっといろいろ最近ね、もう YouTube がね、料理動画ばっか見てるんですけど、 その簡単とか、節約、でもね、それを見ちゃうと結局ね、またね、そのいろんな道具が欲しくなってくるんですよね。ってなるとあんま意味ねえんじゃないかなとか、いろいろ思ってしまう。おにぎり作り機はね、全然元は取れてると思いますね。非常に 便利なんでね。まあそんな感じですかね。ということでね、今回は、ただの車上生活者さん、YouTube やめちゃうの？っていう動画でしたね。復活してねっていう動画です。はい、どうもありがとうございました。